4番ホールです。なんと右に松の木があって、そこから下がってくるとこういう感じです。松越えにチャレンジ、松越えにチャレンジするらしいです。無謀、まあフェードっぽい感じだったらいいんじゃないですかね。これゴルフ歴1年半よくあることなんで、皆様今こうなったよ、振るときこうやって上げてったよ、クラブ。多分体に力が入ってるとなりやすい現象ですね。目土袋を持ってきて、目土は砂を入れて、結構モリッと入れるのがいいらしいですよ。あ、そうなの。うん、結構モリッと入れて足で鳴らすみたいな。ナイス目土。はい、ラフです。どうですか、ナイス。肘に負担のかかる変な振り方をしましたけど、いいとこに行きました。100ヤード52度。はい、ラフが深いです。ちょっと下に入ったけどいいんじゃないか、これは。おお、ナイスオン、ナイスオンです。いや、右カップ、うん、内ぐらいの右内、うん、それ大事だよ。おお、今日大事なパットが全部入る。大事だよって言われるとなんかいいよね。なんか緊張感あったよ。これドローで攻めますよ。ここで OB ってどこですか。左で。左か。あ。でも見えないよ。右のあの地下の道路。そんなまっすぐ行っちゃいのに。はあ。俺と一緒のとこだ。あ、戻った。いや、めっちゃラフだ。大丈夫っしょ。ダメだ、今めっちゃ力入った腰に、うん、はい、ラフ。ボールが見えるから。130あるでしょ。35ぐらいある。うん、7番で左に飛びやす。まあ、手前来た。足使っちゃった、うん、もっと手だけで打ちたかったな。ナイスオン。来た来た、うそ。そしてフック。おいしい。ポキッ。6番ホール542ヤード。長いね。長いです。ちょっとさっきの力んだドライバーショットから一転、もっと力んで打ちたいと思います。
力みに力みを重ねて、そう、そしたらスーパー力みになる。いや力んでもいいんだけど、力むポイントが違うんじゃない。ちょっと力みすぎ、力みすぎ、素振りで力みすぎ。こう手で上げちゃうもん。腹筋だよ、腹筋、腹筋に力入れて。そう、リザちゃんが言ってたよ、打つ前に腹筋に、腹筋だけうって、腹筋にうって、うん。キャディさん右に行きそうだと思ってるでしょ。僕は左狙ってるんですよ、こう見えて。ちょっとアップ目で今回は撮りたいと思います。ほら、ナイスショー。腹筋じゃん、やっぱり。じゃあ球の位置変えてみて。あと待った、あ、待った待った、腹筋使った。待った。ありがとうございます。フェアウェイセンターからセカンドショットを打ちます。残り250ヤードあります。このくらいでいいんだよね、左。いいと思います。右です。右に行っちゃいました。キャディさんのいいファーが聞こえています。いいファーです。どこを打つんですか。この上ですかね、まあ、やっちゃうらしいんで頑張ってください。どこどこ、あ、逆に下を通ってカート道を越えました。はーい、はーい、林がもじゃもじゃで、あれはボールを低く出さないと出なそうですね。お、うまく打ったんじゃないだろうか。あー、バンカーです。広い方のバンカーの顎に当たって落ちました。本人の様子はうまく打てたと言っています。顎に当たってボールを上げる予定だったようです。なかなか高度な技を使おうとしてますね。これきついね、グラスバンカー。バンカーショットです。いきます。お、いい音してますね。ちょっと大きいようです。向こうのバンカー入ってないですかね。入った。バンカー、またバンカー、うん、バンカーです。悲しい。ちょっと待って。ちょっと止まれ。また。終わった。そう。ようやく脱出できました。2つあるよ、バンカー。全部のバンカーを使いましたね。そう。このパター大事だよ。入れるとかじゃなくて、もう2パットでなんとか。入った。オッケー。100切りを目指して頑張ってきましたが、はい、9打を叩いてしまった。いいじゃないですか、ドキドキになって最終ホールが。ドキドキ。最終ホール楽勝っていうよりもドキドキの。あ、しかも池。ちょっとこう今日パー3全部ダメなんだけどな。池がすごい。しかもピンが池の上に切ってある。なあ。
手前だよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。